今週もね、鬼滅の刃ありましたね。時任無一郎さんがね、修行を鍛えてるって感じですね。なんかその試してるっていうかね、そういう感じでしたね。新しいその稽古編なんだけど、柱稽古編だから、まあ、修行みたいなね、修行みたいな話題なんですね。で、それでね、どのように展開していくのかってまだ見えてこないところもあるんだけども、まあそのね、柱稽古編はまだね、まだ多分序の口ですね。そうね、まだその修行の段階だから、多分今回の柱稽古編は多分稽古をするというとこですね。一人ずつその新しい人を育てれたり、かまど炭治郎さんだけが話題じゃなくてね、その他の人もね、強くなってほしいなっていうかね、まあ夜と闇の中にやっぱ鬼がいるということで、まあそれを倒すためのね、なんですね、そうそう。まあ一年に一回ぐらいなんでね、多分次がまた、来年ぐらいなのかな、再来年なのかちょっとわかんないんだけどね。で、鬼滅の刃が1年に1回だから、ちょっと、まあ、ちょっと盛り上がりがちょっと減ってるのかな、わかんないんだけどね。まあ、またね、盛り上がっていくんじゃないかなと思うんだけども、なんか最終話に近いのかな、映画のやつはなんかそれっぽかったんだけどね、映像的にはね。まあ、こうご期待ですね、これから先はね。わからない。前のね、編よりはちょっと、まだ、アクション編が少ないというかね、こんな感じでしたね。で、こう、ドラゴンボールとかと一緒で、まあ多分長年続いてくるのかなと思うんだけども、絵コンテとかが凝ってたからね、この前まではね、今回はちょっと落ちてるのかな、どうなんだろうね。なんかちょっと出力落ちてるのかな、ちょっとわかんないね。ちょっと二次元感が出てるのかなって感じするんだけど。炭治郎さんでイケメンですよね。まあ、こういう人になると、やはりイケメンだなと思いますですね。ねねずこさんは、こんな感じ。かわいい妹さんっていう感じですね。炭治郎さんの妹分なんで、なんかそう、やっぱりこっちの方が兄ちゃんかなってやっぱ思いますね。はい。で、無一郎さんはこんな感じですね。雄一郎さんが亡くなっちゃったんですね。で、無一郎さんが無限の無一郎だということで、で、双子だったのかな、あれはね、ちょっとわかんないんだけども、ちょっと記憶がちょっと曖昧にあれでしたけどね。ね、甘露寺光さん、今週の終わりのあたりにね、甘露寺光さんが出てきましたね。いや、元気でよかったって、そういう話でしたね。はい。甘露寺光さんって、あれかなと思う。イケイケって感じですね。はい。そんな感じですね。まあ、また来週ですね。はい。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。では。